はい。はい、どうも、深川です。深川の60年後です。うん？深川の60年後です。60年後？はい。はい、そうです。深川と深川の60年後です。じゃあ。65年後だ。なんかちっちゃくなった。まだ65歳です。なんかちっちゃくなった、船長。うん。あ、はい。センチブレス。じいちゃんにさっき昼頃電話して、夜来るからお腹空かせて待ってって言ったら、もう泥酔状態で寝てました。はい。まあそれでもお腹空いてるそうなんで、まあ今から一緒に料理して食べていきたいと思います。その通り。はい、ってことで、来て。何ですか？一心丹助さんから、牛タン1キロいただきました。ありがとうございます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 。目、そして目、ガン決まりやん。ってことで、これ、食べていくんで。これはもう焼くだけなんで、お皿に盛り付けていって、あと、米？あと、この焼肉用ご飯らしくて、これいただいたんで、はい。じいちゃんと一緒に食べていきたいと思います。多分もう美味しくはないと思います。あ、すいません。いや、美味しいです。はい。どうぞじゃあ、米炊いていきます。あ、どうも。深川です。ってことで、米食べていきます。最近何食べてる？いつも。いや、もうこれは。はい、炊飯開始。あとこのなんだっけ服なんでだっけあニットは視聴者さんにいただきました。ありがとうございます。あ、じいちゃんこれ盛り付けるよ。はい、じいちゃんこれ、じいちゃんの好きな焼酎も買ってきました。小さい一回が確かな感じです。美味しそう。食ってみないと分からん。食べてみないと分かんないそうです。見た目的には。最近何してるの？息してるらしいです。楽しい息。生きとるだけ。最近楽しいこと？楽しくはないです。ないない。今は食ってみれるのかな。オッケー。焼肉で何が一番好き？はい、これ持ってる。どっけ。はい、顔もじいちゃんの。うまそうなお肉です。うまそう。うん。米は食ってみれるのかな。はい、エース。レモンいる？じゃあレモンも、じいちゃん食べたいそうなんでレモンも買ってきたんで、はい、レモンも切っていきます。はい、ってことでこんな感じでレモン切り終わったんで、まあ、ご飯が炊けたら、はい、一緒に食べていきたいと思います。はい、ってことで準備終わったんで牛タンを焼いていきたいと思います。今から焼きます。お願いします。はい、サムネ、はい、こう持つ。ちょっと巻いてる。OK です。いいです。ということで、じいちゃんが飲むと思ってお酒買ってきたんですけど、もう酔っ払ってるよ。いただきます。いただきます。焼いていこう。いいよ。乾杯。大丈夫これ。
煙。部屋臭くなるよ。部屋臭くなるよ。あ、食べる。何やるか。はい。いただきます。うまいな、うん、めっちゃうまい、めっちゃくちゃうまい。はい、じいちゃんさ、この家にさ、一人で住んだことある？今までの人生で、うん、今までの人生で、現在一人で、え、現在一人で、今以外にだよね、うん、この家めっ、あ、うまい。この家めっちゃでかくて、もうほんと、じいちゃんがさ、子供の頃さ、ここ何人で住んでたんだっけ？子供の頃？うん。10人です。あ、10人でかいもんね、家が。一人でさ、住んでて寂しくならん。もう寂しさ取り過ぎた。そうそうそう。なんとも言えん。めっちゃうまいですね。おいしいよね、うん、うまい、うまい。はい、あっという間に一つ焼き終わりました。じいちゃんがでかいの食べないそうなんで、ちょっとこれ食用バサミかわかんないんですけど、ちゃんと消毒したから、うん、うん、まあ、最近ばあちゃんの調子どう？ばあちゃんの調子どう？うん、良くなったとは言うんじゃない。祈ろう。ご飯食べんと、うん、うん、ご飯食べた、夜ご飯。起きたくさないって。僕、今日の昼ぐらいにじいちゃんに電話して、夜来るからお腹空かして待っといてって言ったんですけど、お腹いっぱいでかなり泥酔状態です。おじいちゃんのご飯も食べます。お腹いっぱい、うん、じゃあ最近の楽しみは？浴衣の一杯。うん。もし、この世からさ、お酒がなくなったらどうする？生きる上においてさ、お酒必要じゃない？ね。別な楽しみが出てくる。別な楽しみ？例えば。例えば何？お酒に変わるものはないってことでしょ？うん。タンナやおしてみると。このタンうまいね。うん。なんか最近、なんかお母さんに言ってもらったんでしょ、その携帯。そうそう。見して。見て、いらんけん。いらん？うん。いらん？うん。いらないらしいです、うん。だって俺がさ、電話してさ、出たことないよね。うん。うんじゃないって。いらん。いらん。電話かかるけど。いる？いらん。いらん。うん、いらんか。出たことないよね、電話。うん。もしさ、ここでさ、携帯がさ、ブルブルブルってなったら、無視するの。無視する。無視？うん。あ、鳴ってるな、みたいな。うん。何の意味もないじゃん。うん、え、何使うの？今何してる？緊急放送。あ、やばいやばいやばい。今なんか緊急放送で電話するやつやろうとしました。うん。いらん。何でいらん。
焼酎だけ、酒だけ。はい、携帯なんかより酒だけでいいって。何のために買ってもらったいらんいらん。何のために買ってもらったの、うん、いらんいらん。お母さんかわいそうじゃあ写真撮ったことある？ない。じゃあ写真撮るよ今、うん、写真撮られんとこや。ちゃんとカメラもついてますってことで写真撮ります。最後にロックナンバーないの？わかりませんあの携帯の開くためのロックナンバーかけてあるんですけど、本人わからない、わからない、うん、わかりませんマジでお母さんにおもちゃ買ってもらってるじゃんはい、ということでタンはちょっと残したんで、あの明日じいちゃんが焼いて食べるようにちょっと切って置いて帰ろうかと思います。ということで、美味しかったよね。うん、美味しかった。めっちゃうまかったよ。うん、よかった。めっちゃ美味しかった。またお願いします。あ、また、はい。次は僕宛てじゃなくて、はい、じいちゃん宛てに動画はしないんで。うん、よろしくお願いします。え、撮るこれで。うん、こうやって撮られちゃう。撮られちゃうか。うん、はい。ということで、ごちそうさまでした。うまかったです。はい、ごちそうさまでした。はい、では、ふかわと、ふかわの60。はい、ありがとうございました。ふかわとふかわの60年後でした。ありがとうございました。